はい、どうもコミです。さて本日も関西クラクラクラブから見ていきます。ちょっとね、本垢が今イベントに出ちゃってるんで、まあ、サブ垢でやっていこうというふうに思うんですけども、回廊が終わったマジで回廊終わりましたね。いや、もうガチで終わったよ。あのドラゴンのスーパーノヴァっていう、あのバルーンにクローンかけるやつでも結構回路取れるようになってきて、まあ、個人的に回路やれるなって思ってきたところに、シューターとね、スーパードラゴンが出てきたおかげで、もうガチで回路がね、簡単に取れるようになりましたね。これちょっと多分年明け、あれだろうな、何らかの修正入るだろうな。スーパードラゴンというよりは、多分シューターに、あの修正が入っちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけども、ですね、ユタさんがね、これ実は結構、シューターとスパトラが出た瞬間ぐらいにこれ強えぞって言って上げてくれていた動画があって、まあ結局そのパターンが強いって話なんですね。まあ改めてそこをね、抑えていきながら、もうぜひ皆さん回廊をね、怖がらずに攻めてもらえるように、なってほしいなというふうに思うのでね、見ていきたいと思います。これはちょっとミスりましたね。上側から、シューター出してるんですけども、アチャートのダメージ食らっちゃダメね。ジャイアント1個だけでターゲット取ろうと思っても、やっぱこういうね、大砲とかのターゲットもジャイアントに同時に向いちゃうんで、もうそういう場合はあんまり、なんだ、過信しない方がいいですね。むしろスケルトの呪文1個を使った方が多分いいと思います、こういう時はね。ただ、シューターの仕事が少しさせてもらえなかったんですけども、それでもね、スーパードラゴンが、とにかくやっぱ耐久性が高すぎるんですね。高すぎるので、タウンホールドの怠慢に勝っちゃうんですよね。レイジー乗ってると。これがマジでやばいよね。本当に。そこに勝てるユニット出たかみたいな感じですよ。本当。で、今回のパターンっていうのは、J さん、ここのね、対空砲まできっちりとシューターで潰していって、で、アシャクピートキングで、少しね、内側から削ってます。これね、もうちょっと外側からでもよかった気はするんだけど、まあ、スパタローを出して、そうね、ドラゴンこっちにこう、釣られちゃってるんじゃないですか。これ良くないよね。だから、本来はここを多分、キングクイーンでカットして、こっちからスーパードラゴン面で押していくっていうパターンが良かったんじゃないかと思うんだけども、でも、それでもだよ。こういう、それが生じてしまってるにもかかわらず、中心部分に向かってくれてるスーパードラゴンの仕事がやばいの、これ。本当にすげえ。レイジに乗って、まず投石壊します。ラバハウンドとアイゴレが出てきたけども、はい、ここで、ドラゴン固まる。固まるけど、レイジに乗った勢いで、遠向かかったまま、一気にタンホールを殴り倒す。今のスピード見た。って一気に減ったじゃないですか、体力が。こんなのないよ、マジで。で、そのままポイズンダメージ効果を食らってるけども、まあ、そこそこ仕事をしてくれて、で、最終盤はロイヤルチャンピオンを、これうまいですね、この部分から刺していったので、キングクイーンたちがこっちの区画の、お掃除をしてくれたおかげで、真ん中にスーパードラゴンがこう戻ってきたね、こういう風にグーって。戻ってきましたよね。こういう形を作って前回まで持っていくって感じです。で、もう基本的にこれでやれちゃうんですね。シューター使う場所はできれば、まあ、対空砲とか、あとは、まあ、インフェルノとか折れる場所があればいいんだけど、どこか四隅から、シューター始めて、で、その、まあ、こっから仮にね、シューターを今始めたんだとしたら、ここかここ、どっちかにキングクイーンを出すと。で、その間、どっちかから、ドラゴンを出すっていう感じですね。こっちからドラゴン。まあ、当然、こっち側にキングクイーン出した場合には、ドラゴンこっち。で、この右側にドラゴンだ、キングクイーン出した場合には、ドラゴンこの一地面からね、こう入れていくって感じですね。で、真ん中にはレイジ隊で、トーム隊でフリーズガン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 打っていけば、それでおしまいという感じ。まあ、ここに、どうだろうね、ライトニング持っていく、ヒール持っていく、いろんなパターンの呪文構成はあると思うんですけど、まあ、一概には言えないですね。やっぱ、シングルインフェルノとかがあったりする場合には、まあ、ヒールはあんまり意味ないし、むしろフリーズ多めのがいいと思うし、あと、まあ、エアスイーパーが2機見ちゃうよとかいう場合には、やっぱり1機はライトニングで壊した方がいいかなとかいうのもあったりすると思うんで、まあ、この辺は当然配置にも寄ってくるんですけど、とにかくスーパードラゴン真ん中持ってた瞬間に、トームレイジで勝ち確みたいな感じになっちゃうのが、この今の回廊っていう、あの配置の現状ですね。はい。ノラだとなかなかね、スーパードラゴン解放してる人がいないクランの場合には苦労するかもしれないけど、まだ。まあ、それにしても解放してたらこんなもんですよっていうところですね。やばい、やばい。
さあ姫さんですね、もう一本見ていきましょう。これ真ん中にこういうタンホールがある配置、まあ、回廊っぽくなくって、まあ、こういう風に火力が分散してるんですね。総合的がここにあって、ここにあって、まあ、シングルここにあって、シングル3本かな。もうシングル3本って結構ね、まあ、スパドラには嫌なパターンですね。だからまあなんだっけ、トライカーじゃなくて、スケルトンの呪文2個積んでってますね。これでターゲット取っていこうというところです。でシューターでまずは3次方面削り入れて、でさっきと同じですね、逆サイドキングクイーン、一気に真ん中ドラゴンです。まあ、ドラゴンの場合ってね、別に壁の作りが回廊型になっていようが、こういう風に全部区画が区切られていようがあんま関係ないので、まあまあそのタンホールが真ん中にある配置は基本これでやれちゃうよっていうところかな、まあ、今日自分がお伝えしたところですね、はい、いう形になります。まあ、シューターの仕事いいね。相当削ってるけど、これどこまで削る気なんだっけな。これイーグルの方までシューター見るかな、見るんじゃないかなと思うけど、多分この次イーグル行きますよね。いやー強え強え、はい。でこのままイーグルまでシューターが見てくれてるのを見計らって、逆サイドキングクイーンですね。こっち側にキングクイーン出しちゃうとこの面が狭くなりすぎちゃうんで、むしろこの一時方面からドラゴンたちを出して、ある程度最初ね面を広く取るところから、まあ、終盤すぼめていくような感じにするのがベストですね。非常にいい面の取り方かなというふうに思います。で、ドラゴンたちがね真ん中にぎっちり向かっている、このカットもお見事ですね。レイジをかけて、ここでトームはもう使っちゃってるけど、フリーズがねまた3枚ありますんで、ゴリ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 固めていきます。タンホールに仕事させないという感じですね。はい、あっという間にタンホール撃破。あとはシングルインフェルノがここに2本あるんでね、ここにスケルトンの呪文をまず1個、9時方面打って止めつつ、そこロイヤルチャンピオンを刺す。8時方面はね、ちょっとここはいくつか防衛が重なってるんで、スケルトンのターゲットが外れてスパドラがやられましたけども、まあまあ知れてますよね。ここまで来ちゃって数が残っていればどうってことないので、これねもうタウンホール突破してきたユニットのパワーじゃないよね、こういったら。まあ緑ゲージがまだ1匹いるしね、ドラゴン。これがスパドラっすよね。タウンホール怖くねえみたいな感じなんで、やっぱ今までタウンホールにぶつかっていって、その生きながらえるユニットっていなかったじゃないですか。それが、できるようになっちゃったっていうのが、今このスーパードラゴンのものすごい、強みですよね。だから本当にタウンホールポイズンを、まあ、怖がらなくてもいいと、まあ、言っていいんじゃないかな。怖がらなくてもいいユニットが出てきたっていう、まあ、そこが、大きな、スーパードラゴンがもたらした環境変化なんじゃないかなっていうふうに思います。それやっぱね、やられちゃうと回廊が痛いですよね。本当に。タウンホール13の回廊ってそんなに強くなかったけど、14なんで強かったかって、やっぱりポイズン効果だから、そこが効くのは痛いですね。さて、ラストもう一本ですね、見ていきたいと思います。こっちの対戦からかな。これもねタウンホール中央型の配置ですけども、秋風さんが取っているやつですね。これもう基本の方みんな同じです。シューター使って逆サイドキングクイーンドラゴンですね。これでもタウンホールが真ん中にある配置は大体やれまして、じゃあこのパターンで他のやれないのっていうふうに思うんですけど、やれると思うんですよ。タウンホールが、外側にある場合っていうのも、例えばねこういうところとかの場合にはシューター打っといてキングクイーンこっちから出してあげて、で、ここからドラゴンで一気にもう初手タウン取っちゃうみたいなのは全然やれると思います。はい、やれると思うんですけども、罠を注意することが必要だったりとか、あとここにねタウンホールがこっちにあった場合とかはちょっとやりにくいですね。これもシューターでタウンホール壊した方がいいと思います。終着点にタウンホール持ってくるようなドラゴンのこういうねドラの出し方をするのはちょっとあまりよろしくなくて、まあ僕も結構ね火力が偏ってる配置だとやったりもするんですけど、ワンチャン星1のリスクどうしても生まれるから、あんまり個人的には好ましくないかなとは思ってます。特にクラン対戦リーグとかでやるにはリスキーすぎますね。なので、タウンホールが端っこにある場合に、まあそれシューターで壊す前提で入っていった方がまあ無難だし、まあ形によっては、今ね、この攻めてるここの部分にタウンホールがこうある場合、いうのはこう初手ドラゴンで一気にタウンホール潰しちゃってトームドラゴンでね押し切っちゃうっていうパターン、まあ、どっちかにすべきかなっていうふうに思います。まあこのシュータードラゴン使うんだったらですね、はい、いやーこのタウンホールねあっという間なんですよね。はい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 、一気にレイジドラゴンが
見た2秒、いや2秒かかってねえんじゃねえ、これ1秒ぐらいでいったんじゃないかな。でここでもうねドラゴンたちがもうこう生き残ってんのがやばいんだよ、数がもう面でゴリゴリですよね。はい、でロイヤルチャンピオン、最終的には1次方面からこれ出していって一気にこの対空砲を潰していくっていう感じですね。これを潰していくことができたのでドラゴンたちがもうやられる要素ほとんどないよという感じで、もう回収の時間にもう入ってるっていう感じかな。さらにもうおまけで後ろからね、今頃シューターが割れてドラゴンライダーとバルーンがこう出てくるっていう感じ、もうこいつらがダメ押しの一撃を食らわしていくっていうところですね。いやーほんとねスパドラ強いです、ほんとに。まあちょっと前に出した動画で、あのスパドラがそれでもやられちゃう場合こういうことをやってませんかっていうね、まあ、気づき的な部分のお話を挙げたんですけども、あのそれと今のこのお話の2つを組み合わせてもらえると、まあ、大体多分やれると思います。前回まで持っていけんじゃないかなっていうふうに思いますね。であとはまあ村選びかな、ここの村選びは今あのお話ししたパターンにはまるかはまらないか、はまらない村を選んじゃうと一番よく起こるミスっていうのがシューターが罠とかテスラで壊されちゃう、で、思うような仕事がさせられなくって大事故になっちゃうっていうケースが本当にあるので、まあ、これはねちょっと罠の見極めをやってもらったり練習したり、あとまた今度ちょっと動画上げようと思ってるんですけど、スケルトの呪文を使うことによって、あの、シューターの目の前にある大砲とか、邪刀のターゲットを潰すことができるんですね。結構これ便利な方法で。まあ、その辺を駆使しながら、あの、シューターがダメージ受けないように仕事がちゃんとね、思うところまでこうやってもらえるように、サポートしていくっていうことができさえすれば、おそらくこの形でだいぶ、あの、今の環境の村っていうのは、全開取りまくれるんじゃないかと思うんでね。多分年明けまで、はいけると思う。多分いけると思うな。の、どっかでそのシューターに下方修正はね、不可避じゃないかと思うんだけど、まあ、それでもね、多少修正入っても多分全然強いので、この突破兵器。ガンガン使ってですね、楽しく、クラクラやっていただければなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解析の動画中心にやっております、タンフォール今日14を上げましたけども、12から14まで幅広くやってますので、これもいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。